スパイ道具をいじられてはかなわんから鍵かけとこう。番号は61。爆弾爆弾。ボス、新しい通信を傍受しました。西の暗号参上。西の組織が使ってる周波数です。あ、またお兄さん。は、貴様、俺がスパイだと知ったからには消えてもらう。アーニャ、その力のことは誰にも話してはいけないよ。お前の力は世界の平和に役立てなくては。泣いてる暇なんてない。あいつ部屋散らかしてないだろうな。そうだった、これをどうぞ。さらわれた。こいつらの仲間が何のために。今すぐ身を隠さねば危険だ。アーニャは子供の他に。俺は何だ、まさか黄昏の。わかりません。どう思ってました。なんでさと。そう、まあいい、人質として使えそうな。ズラはもう諦めた方が。政治には透明性が大切。売国奴だ。売国奴を擁護する奴も売国奴だ。本物の男を捕らえました。よくやった。それじゃあ黄昏君、横取りした写真を返してもらおうか。失態だ。こんなリスクを犯してまでのこのこと敵地に。スパイ失格だ。だからガキは。そうか、子供がない。誰も救いの手を差し伸べてくれない。孤独や絶望とただ泣くことしかできない。それどころか動く集団でね、才能がありそうな人を見つけてはいきなり勝負を挑んでるのだ。警察署がある。そこで警察の人にこれを渡したら君の勝ちだ。ここで練り直そう。よし行け、早く。スパイ失格どもが泣かない世界、それを作りたくて俺はスパイになったんだ。削り出してその面さらして。トラップ、いつの間に。振り向いたら殺す。たそがれ。知ってるぞ、それがスパイの仕事だ。身長体重足はずかだな。バカ言え、娘がそんな。エドガー、お前が娘を守る。分かったらとっとと家へ帰る。